里崎チャンネル。こんにちは。袴田さん、なんか、はい、前回、はい、服が透けてるよって。そうですね。なんか湧いてましたね。あれ透けてましたね。まあでもそんな。これ見てても普通だけどね、はい、俺はね。そうなんですよ、別にあれなんか全然セクシー感のある服ではないんですよね、うん、普通の別にあのパーティードレス的にもいけるし、はい、普通だけどね。結構カジュアルな服ですよ、うん、はい、だからあ、そんな感じで見てんのって思ってた。いやでもまあまあ気に入ってるんですけど、うん、今日は袖付きです。あら、じゃあコメント欄がガクシみたいな。バットボタンだけ押さないでください。服で。いや、なかなかノースリーブやっぱもうなくなってくるんですよ、はあ、で夏物が多いじゃないですか。やっぱ切ったらいいんですか、それ。チクチクチク。糸めっちゃ出てきますよ。さあ、ということで、はい、もうこの時点でアイドリングトーク40分してます。してません、はい、あ、最初にね、はい、この収録前にもうずっと喋ってましたもんね、はい、そうしょうもない話ね、はいはい、その話はあの言えないぐらいくだらない話なんで言えません。絶対ね、流せない。楽しかったんですけどね。はい、はい、そうですね、際どい話ばっかしてました、はい、さあ、ということで、はい、今日はロッテ行きましょう。はい、今年ね、うん、調子が良くてね、今、今日時点で、ちょっと昨日負けちゃって、うん、今日時点で2位、3ゲーム差で楽天と3位5ゲーム差っていうところで、はい、まあ、あと今99試合終わってて、あと21試合だから、はい、まあ、21試合で5ゲーム詰めるのは正直ほぼ不可能。そうですね、だってもしロッテが10勝10敗で残りいった場合、楽天が15勝5敗でいかないといけないんで。そうですね、それで同じになるんで、直接対決が多分あと4試合あるので、うん、まあ、それをもし楽天が全勝したとしてもまだ届かないっていうね。そうですね、だからね、楽天のね、あ、今日ロッテの話なんだけど、はい、楽天はね、ロッテに3連勝したのにその後西武に3連敗したのに、ね、そこ痛かったですよね、本当にロッテの話なんだけどね、はい。でも昨日チェンが投げてね、はい、チェン、あ、浜田さん見に来てましたね、おとつい。あ、そうそう、見に行きました、僕が解説の時、はい、なんかツイッターで、はい、あの見て、はい、あ、浜田さん来てんねやと思って、もしカメラマンさんも、はい、なんかあそこら辺にいるらしいから追われたら撮ったら湧くよっつって、はい、浜田さんを。だから座席聞いてきたんですか。俺、いや俺は聞いてないけど、俺聞いてないよ、俺は聞いてないでしょ。なんかその近くのその周りの関係者の方から、うん、なんか座席を教えてって連絡来たんですよ。あ、じゃあそれを狙おうと思ったんです。と思ったんですかね。ああ、でも映ってなかったですけど。はい。うん、ね、こちょっとでも映ったら上手くなって。そうね。あとはなんかコメント欄で、はい、コメント欄かネットか忘れましたけど、はい、もう投稿をやめて袴田さんの陣痛率ももう消えちゃったかなって書かれて。そうですね。もうあのね、一時期は。勝利の女神とかね、うん、ちょっと言ってくださる方もいたんですけど、うん、ちょっとあれですね、もうないですね。いや、本当勝率高かったんですよ、うん、ね、そう、ベンチリポーターとかヒーローインタビューじゃない時もめちゃくちゃ勝率高かったんですけど、だってウィキにも書かれてますもんね。あ、本当ですか、書いてましたっけ、はい、はい、もうちょっとダメですね、うん、こんなもうちょっとね、はい、東北の心をもう捨てちゃったんでね。捨ててないですね。捨ててない。来週仙台行きますからね。袴田さん、はい、ロッテ編です、これ。あ、そうでしたね。はい、あと、ちょっと訂正あります、訂正、はいはい、中日ドラゴンズの動画の中で、はい、あの中央大学の磯畑選手はサニーブラウンに勝ったんですけど、はい、僕がなんか あのサニーブライアントってあの言ってましたね、ちゃんと言ってましたね。で、あのもうあれを見た時にちょっと10分ぐらい笑いがもう止まらなくて、あのコメント読んで、で皆さんもね、面白い、サニー・ブライアンは2冠馬ですから、あのサニー・ブラウンに勝った磯畑はあダービー出れるっていうか、サニー・ブライアンね、今またサニー・ブラウンって言ってたら、そうそう、めっちゃ面白くて、あのコメント欄が、サニー・ブラウン、サニー・ブライアンとじゃなかった、そうですね。よく似てるけどね、似てますね。で、誰かコメントで、サニー・ブラウンは脅威のスプリンター、はい、サニー・ブライアンはスタミナがある逃げ馬で二冠馬って、あとスプリントとスタミナを、はい、あの持っている磯畑最強みたいな。はい、アイドリングロートーク6分経ちました。はい、さあ、はい、行きましょう、ロッテ、はい、はい、まあ、昨年のドラフト、はい、評価でいうと、まあ、ピッチャー2人、キャッチャー1人、内野1人、外野1人を取って、うん、ドラフト1位はね、佐々木朗希ですよ。くじ引いてね、うん、
でもまだ1試合も投げてないっていうね。そう、出場成績なしなんですね、まだ2軍でも。で、うん、なんかあの今月中に2軍でデビューとかって書いてるんですけど、はい、1イニングぐらい投げてもデビューじゃないんですよ、はい、先発はやっぱ5イニング投げて初めてデビューだと思うんで、うん、まあ所詮1イニング投げたらただの練習、はい、っていうところなんですけど、まあほぼあの実動なしですね、はい、1年間は。これ体力作りしてるってことですか？だから結局はアマチュア時代に、うん、あの自分のポテンシャルを活かせる体力を作れてなかったっていうところで、まあ、それがまあ問題なわけで、はい、だからまあ数年かかるかもわかんないですね。あ、だからまあそこはね、球数制限とかいろんなことで足かせに僕はなってると思うんですけど、うん、この動画はまた後日詳しくっていうところでね、はい、で2位が、佐藤選手、東洋大から、うん、まあキャッチャーでね、はい、っていうところで今1軍で54試合、22安打、ホームラン2本、12打点で、まあ、サヨナラヒットなんか打ったりもしながら、うん、打率が2割1分8厘、はい、だこれじゃあね、あの打てる捕手とは言われないんですよ。ただなんか代打にめっちゃ強いんじゃないでしたっけ。でも2割1分8厘よ。まあそうですね、うん、なので得点圏打率だけ、ただ多分ね、印象いいだけ。あ、そうなんですか。そう、サヨナラヒット打ったりとか、はい、結構いいところで打ったりしてるんで、うん、それ印象いいだけで、はい、数字上はね、うん、まあロッテ OB からすると、はい、これで打てる捕手なんだったら、うん、もう全員打てる捕手になる。まあでも本当にあれじゃないですか、もうここからって感じじゃないですか。そうそうそう、これから、うん、だから1年目でね、まあ、これを良しとするかダメとするかは、はい、まあ、別としては、はい、まあ、ここからどう成長していくかは、うん、まあ、楽しみだなっていうね。そうですね、ところはありますね。いやもう伊達にね、メジャーのキャラクターの同じ名前じゃないですよ。そうですね、はい、同じようになってもらいたいですね、はい、はい、じゃああとはね、シゲノっていうピッチャーを取っていきましょうか。そうですね、バッテリー組まれないですね。いいのかな、シゲノいいのかな。なかなか聞かないですね。聞かないですよね。はい、いそうでいないですね、うん、で次、はい、3位が高部選手、はい、国士舘大学からね、うん、ヒットメーカーとして入団してきて、はい、2軍ではね、めっちゃ打ってるんですよ。いや、3割6分8厘、はい、56試合で3割6分8厘、うん、ホームラン1本ね、盗塁13というところで、はい、まあ、走行してね、うん、いい形で1軍ではね、あの今コロナでね、はい、離脱した中で、まあ、帰ってきましたけども、うん、まあ、4試合1安打ね、で1割1分1厘というところで今日現在、はい、まあ、これ1軍の壁をね、跳ねのけるかどうか。で次、横山選手、はい、サイドスローね、専修大松戸、うん、2軍で9試合 4.8 厘、うん、まあまあまあ高卒ですからね、はい、長い目で見ましょう、はいはい、で次5位福田選手、はい、法政大学から、うん、2軍で2割2分9厘、ホームラン2本、1軍で9分5厘、うん、うん、プロの壁だね。やっぱり1軍と2軍の差というか、うん、でも2軍でも結果残してないからね。まあそっか、50試合出てますけど、2割2分9厘、で2割2分9厘は、うん、だってこので高部が3割6分8厘で、佐藤俊也はもう2割7分3厘だからね。まあ確かにそうですね、やっぱ2軍で2割2分9厘で、これでホームラン10本とか打ってんだったら話は変わるけども、はい、うんうん、これはちょっとね、ちょっとプロの壁だね。はい、プロの壁、はい、うん、で、育成で、はい、元前選手と上田選手っていう、はい、で、まあ元前選手9試合1勝 2.60、 まあまあいい形で、うん、そうですね、まあ、頑張れてんじゃないのかなっていうね、はい、であとロッテはね、コロナで試合がなかったりとか、うん、あと最初ね、雨ばっかり打ってる、2軍試合できてなかったりして、はい、うん、全体の試合数がなかなかね、上がっていかないっていうところもあるんですけど、うん、で、上田捕手、はい、29試合、まあね、1割3分、うん、まあ、バッティングを向上してくださいっていうね、はい、ところです。なるほど、だからまあまあまあって感じですね。じゃあランクは、ランクはですね、はい、1年間で言えばですね、はい、B マイナスです。お、 B にもプラスマイナスつけますか。はい、うん、まあ、あの育成もいるんで、はい、いうところで、まあ佐藤がね、まあ1軍でまあまあまあっていうところと、うん、高部にしても、はい、まあ、1軍の壁ね、うん、っていうところもあるし、まあ、福田にしたらまあ2軍でも1軍でもまだまだっていうところですね、はい、まあ、横山選手はまあ育成っていうところで、うん、そんで佐々木朗希は全く、まあね、稼働してないっていう、うん、もう完全にもう練習生化してるっていうところと、はい、まあ、佐藤選手が1軍でねっていうところですけれども、まあ、2割1分8厘って考えたらもう低いっていうね。まあそうですね、頑張ってるっていうのはありますけど、うん、成績としたらまあ低いっていうところで言うと、ちょっと物足りないかなと、うん、だからまあ B マイナスですね。はい、わかりました、はい、B マイナス、はい、はい、まあでもまあね、佐々木とかはまあこれからどうなるかっていうところなんでね、うん、でまあ横山もサイドスローからでね、まあいい形で、まあ、評価はいいらしいんでね、はい、数字に反映できるかっていうところが、まあここからのね、はい、勝負になります。いや、ロッテ井口監督、
予定通りバランスよく取れたと、うん、予想していた球団が他に行ったが4球団来てますから育成も2人取れてしっかりできたと思いますというところで、うん、はい、まあまあ、 あの未来に期待というところで、うん、まあ、1年間のドラフトでいうと、まあ、B- ですね、はいはい、さあというところで今シーズンのドラフト、はい、誰を取ったらいいのかっていうね、はい、ここでロッテは得点は397で5位、うん、で失点が407で2位、おだから2番目に少ないってことですね。2番目にいいってことですね。2番目に、はい、はい、2番目にいいっていう。で本塁打は77本で5位、うん、で盗塁が75で3位、うん、で打率が2割3分9厘で最下位、うーん、で防御率は3割9分3厘で2位、ほう、で失策は41個で一番少ないというところでね、はー、まあ、ディフェンス面はいい形です ね、防御率でもね、うんうん、ピッチャーもしっかり抑えてます。昨日の試合とかでもね、はい、まあ、負けはしましたけども、まあね、あの最後バタバタっていきましたけど、まあ、チェーンもね抑えたし、でその前の試合もね、うん、あのしっかり石川がね、はい、序盤の3失点で抑えるっていうところで、うん、で中継ぎ陣もね、あの後ろ3枚はいい形でできてるんで、はい、まあ、でエラーも少ないと、だからディフェンス面いいですね。そうですね、だあんまりこの引いてたものがめちゃくちゃあるってわけじゃないけれども、バランスよくミスが少なく勝ち上がってる感じですね。チームオーエースも悪かったんですけど、ここに来て上がってきてるんで、はい、だから守備とピッチャーと守備はいいっていう、うん、でもまあ打つ方に関してが、まあ、得点も少なければチーム打率も悪いっていう、うん、でホームランも少ないっていうところで、やっぱ打線がね、確かにそうですね、うん、そうか、失点もいいんですもんね、少ないのか、そうそうそう、少ないんですよ。だからもうディフェンス面はいい形でできてるんで、うんうん、攻撃面をね、はい、どうにかしなきゃいけないですね、全体的に言うとね、うん、はい、でまあ、その中で言うと、まあ、やはりあの、まあ、そのコロナでね離脱したっていうところも、はい、まあ、正直痛いっちゃ痛いんですけど、うんうん、でもそのおかげっていうのもあれですけど、藤原がね、はい、昨日もホームラン打って猛打賞を持ったりと、はい、このもしこの離脱者がいなかった時にね、藤原が今年一応多分上がってなかったと思うんですよ、はい、だから藤原にとったらラッキーですよね、うん、でそのおかげでしっかり形もできて、はい、ファンのみんなもおー藤原いけるやんみたいなね、うん、っていう形で出てきてるところで言うと、まあプラスアルファも多いし、はい、であとはやっぱ安田がね、まあ、ちょっとここに来て、うん、こう成績を落としてるっていうところと、はい、全体的にやっぱり打線がね、うん、寂しいですね、はい、でもいい若い選手が来てるんで、まあ、そこをもう伸ばさなきゃいけないっていうところを考えると、うん、もうでもねロッテも誰1位取るか知ってるんですよ、はい、あ、知ってるんですね、うん、これはもう残念ながらやっぱ私も先発ピッチャー行く気がするんですよね。知ってます？知ってんすか？いや、じゃあちょっと玉川さん言っていいですよ。第1回選択希望選手ロッテ。え、ちょっと待って、なんか言っていいですよ。予想です、予想。玉川さん、はい、僕も予想ですか？全部予想ですで、あとね、はい、あの楽天ところの動画で、はい、こんなお前言っていいんかみたいなコメント欄ありましたけど、はい、いや言っていいんかって、あのテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、はい、ドラフト1位取る予想出してるやろっていうそうですね、俺ね、その人たちも取材に基づいて出してるわけじゃないですか、はい、言っていいやろって、俺がね、うん、楽天ロッテに、あ、楽天に、はい、の真ん中、中枢部に所属してて、うん、その編成部門にがっつり入っててね、うん、言ったら問題あるよ、はい、だ予想のことを知ってるよって言ってるってことですからね。そう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 、はい、それなのに内部情報をバラしていいんかみたいな、はい、内部情報だって知らねえよっていう。楽天中森君取るかも全然わかんないですもんね。俺の予想を言ってるだけで、はい、いや外れたとかなんとかで、次の日石井 GM が、はい、早川、近代の佐藤君と、あと中京大中京の高橋君にスタッフみたいな感じで言って、はい、外れたとかって言うんですけど、はい、別に当たっても外れてもこれ俺の予想で言ってるだけで、うん、はい、どうしたんやっていう、逆どうしたんやっていうね、はい、言ってください、あのドラフト風にコールだけしてください、第1回。じゃあどこまですればいいですか？あ、適当に、その次から言います、適当に。ロッテ、ロッテから言ってください。第1回選択希望選手、千葉ロッテマリーンズ、早稲田大学、早川隆久。はい、正解です。あ、正解ですか？はい、はい、いきます。行きますか。木更津総合なんで高校が、はい、まあ、地元っていうところもあるし、あ、今年早川くんもそうだし、膝くんも千葉なんですよね。うん、まあ、千葉結構多いんですよ。そうですね。しかもあの関東のね、うん、高校に行くっていうのも、はい、でしかもあの高校の時からね、早川選手はリストアップされてたんですけど、はい、まあ、あの志望届出さないで早稲田に進学してっていうところもあるんで、うん、もう1位はね 100% 行きます。行きますか。はい、はい、まあ、それは多分抽選になるんで、うん、取れるかどうかは別として、はい、もう1位はもう早川投手、うーん、いきます。はい、まあ、でもやっぱりね、
打つのも欲しいよね。いや、だから2位でやっぱ打つところ行くんじゃないですか。ロッテもちょこちょこしてるのが多いんですよ、うん、はい、ガツンがやっぱ少ないんですよね、はい、だからガツンタイプが欲しいよね。こうだ同じようなタイプが多いわけ、はい、福田とか、うん、和田とか、うん、あの荻野とか、うん、だからもう確かにこうガッチリ系いないですね、うん、ガッチリ系いないね、はい、だからガッチリ系欲しいよね。安田選手がちょっとガッチリ系、まあ、安田がなんなきゃいけないんだけど、うん、まあ、今のままだとまだちょっと時間ね、村上みたいになるのは時間かかるかなっていうところもあるんで、はい、ちょガッチリ系がね欲しいよね、手法系、うん、だから結局 DH がカチッと決まってないから、はい、まあ、レアードもいなくなってっていうところもあるから、だから結局 DH に清田とか、はい、角中とか、うん、で佐藤俊也とかが順繰り順繰りに入ってるだけだから、はい、もうそこのどっしり構えれる人が欲しいっていう、うん、それはもうファーストでもサードでもどこでもいいから、はい、でもそれも DH も神にして、だからそこ欲しいよね。そう考えたら佐藤君っていうところもすごい魅力だけど、はい、もう余ってるわけないから、うん、だから1巡目は多分早川でね、はい、行くから、うん、その内野でも外野でもいいから、うん、パワー系のある野手を上位で欲しいよね、はい、で井口さんとかさ、うん、あのまあスピードもあるけどパワー系もあるからさ、誰ですか、井口さん監督ね、あ確かに、だからそういうので育てていける環境があるんやから、はい、その内野でも外野でもどっちでもいいから、うん、もうパワー系のあるのを、はい、あのだからもうなんか走行主軸がなくてもいいから、はい、もうどっしりとして、はい、ブーちゃんじゃないね、はい、ブーちゃんだといろいろと守れなくなるから、はい、ブーちゃんじゃない感じの大型のパワフル系が欲しい、ね、でそれでこれまだアベレージがね、うん、高けりゃいいけど、うん、アベレージも低くてホームランも低いって言ったらどっち行くんやみたいな、うんうん、だからそう考えるとこのアベレージ上げる選手たちは確率的に今、まあ、育つかどうかは別としてタイプはいるから、はい、うん、こうホームランを打てるパワフル系の、はい、まあ、選手が野手ね、はい、欲しい。だから1位早川君、うん、2位パワフル系、はい、行きたいね。だってピッチャーはそこそこ駒揃ってきてるしね、見守ってきてて、うんうんうん、だって先発だって、まあ、もし来年以降の話もするとしたら、うん、じゃあもし石川がポスティングしなかったら石川ね、はい、で三馬でしょ、うん、で二木でしょ、うん、で種市がねちょっと手術したっていうのもあるけど、まあ、復帰したら種市も入ってくるだろうし、はい、であのチェンね、はい、で小島、うん、っていうところもいるし、まあ、中村とかは今後ね成長していってもらいたいっていうのもあるけども、もう出てきて若いのも出てきてるし、うん、いい感じで後ろもね、うん、カラカーいて、で沢村帰ってきて、はい、で外国人ハーマンちょっと怪我しちゃったけど、うん、ハーマンもいて、で松田もいるわけでしょ、はい、で、まあ、あのでチェンがね、うん、あのもう一人のチェン、チェンチェン大丈夫ですね、そうそうそう、はい、だからもうチェンでチェンで言ってもチェンチェン大丈夫っていう人セットでチェンチェンでそう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 、でもそのグッズ売ればいいや、チェンとチェンでチェンチェンみたいな、え、昨日先発したチェン投手は、うん、そういうキャラなんですか。いやもうそんな作りゃいいやん、なんかちょっとクールそうでしたけどね。大丈夫大丈夫、やりますか、全然大丈夫ってやると思うあれ可愛いんですよね。いやそういうので、はい、まあ、うまくねトレードも含めて、はい、まとまってきてるとこあるから、うん、じゃあ何が足りないんやって言ったら、うん、やっぱりその大型のパワフル系の野手だと思うから、はい、あのまあ、1位は早川君行くとしても、うん、まあ、左がいないんだね、ちょっと中継ぎも含めて薄いから、はい、うんうん、まあ、そこも考えながら取るとしてもやっぱり2位とかではいればね、はい、パワフル系の野手で行きたいよね、うん、はい、でしかもロッテ今2位だからウェーバーでいうと後の方になって2位と3位は早めに取れるから、うん、2位と3位でどっちかではパワフル系の野手が欲しいね。そうですね、うん、早めにじゃあそういう人を選んで、うん、そうしないとこのねホームランと打率が低いのは毎年そんな変わんないから、はい、ここ改善していくためにはそういうのもやっぱり入れていかないといけないんじゃないのかなっていうところがあるね。だってもうディフェンスが本当にいいからね、うん、手法みたいなね選手をね取っていけたらいいですよね、うん、そう外国人選手で行うあの補うっていう点もあるけど、うん、来年コロナでねアメリカのマイナーが稼働してないっていうところでどこまでね外国人選手を取ってこれるかっていうところの、うん、まあ不安要素もあるから、まあ、一応日本人で育てながら足りないところが助っ人だから、うん、今育てる環境もそこがいないからやっぱそこは補った方がいいんじゃないのかなと思います。でその下はどんな感じでもう好きな選手って感じですか。あとはい、だからまあでも俺は2人ぐらいパワフル系は取った方がいいと思う、うん、野手はね、はい、下位の方でも、うんうん、それとあのキャッチャーもちょっと高年齢化してるから、はい、高卒のキャッチャーとかいいのがいたら俺は取った方がいいと思うよね。いますよいい人。インド袴田情報で。ほういますよ高卒のいいキャッチャー。誰ですか。また静岡県からねいるんですよいいキャッチャー。静岡そんないる。いますいます。あでもこの二俣くんって言うんですけど。二俣はい
岩田東から二俣くん、お父さんがキャッチャーだったので、うん、キャッチャーとして多分育てられた子なんですけど、まあ俺のこの中辺には乗ってない、ね、乗ってないですか、うん、石川星稜、内山くん通算30本塁打の強打捕手だって、いいね、いいね、いいね、本乗ってないんだ、本は乗ってない、9球団が視察来てますよ、視察はね、いっぱい来るから視察は来る、あーでもね、はい、ロッテ見に行ってないね、あロッテ行ってない、だってロッテのスカウトの、いや行ってるかもわかんないよ、はい、行ってるかもわかんないけど、ロッテのスカウトの話が載ってないから、コメント載ってないですね、ヤクルト、オリックス、ソフトバンク、阪神、はい、中日、巨人、うん、広島、日本ハムは見に行ってますけど、楽天、ロッテのコメントないですね、コメントがちょっとないから、あらわかんないね、そうですね、うん、まあ、じゃあロッテじゃなくてもいいので、ね、そうだね、静岡からまたね、プレゼンしよう、まあ、俺は星稜の内山君、はい、内山君、うん、いいんじゃないのかなっていうね、わ、はい、かりました、じゃあ若いキャッチャーも取っていくかもしれない、下位でね、いたら、はい、だから上位はもうパワー系ある野手か、はい、ピッチャー、ピッチャー、まあ、1位に、ね、入ってくるから、うん、それ取って、まあ、4位ぐらいで、はい、高校生のキャッチャーでいい、うん、ね、内山君残ってたら、はい、取りましょうか、はい、はい、そうですね、はい、まあ、二俣君も考えていただいて、はい、二俣君も何位になるか、はい、まあ、注目してみましょう、お願いします、はい。